今日はこれから初体験してきます。マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、カプセルホテルに泊まってみたいと思います。皆さん、カプセルホテルって泊まったことありますか？まあね、本当にカプセルホテル知らない方のためにご説明すると、東京とかにあるね、本当にね、あの寝るだけぐらいのスペース、カプセルみたいなところにね泊まるっていうね、そういう施設がカプセルホテルなんですけど、僕ね東京住んでるからね、あんまりそういうところ泊まったことなかったんですけど、はい、今日はこれから泊まりに行きたいと思います。しかもね、最近のねカプセルホテルって進化しているらしく、僕がね今日ね泊まる部屋はシアタープレミアムカプセルというね、ちょっとワンランク上のカプセルホテルらしいんですよ。はい、すごい楽しみ。はい、ではね、これから行ってきます。行くぞー、行くぞー。はい、ということでね、カプセルホテルに着きました。今ね、チェックインしたんですけど、こっから先がカプセルルームになります。あのこの階じゃないところには大浴場とかあったり、あとリラクゼーションルーム、マッサージとかあったり、結構ね過ごしやすそう、うん、思ってたよりいい。でもこのカプセルのところはあのカーテンでしかみんな仕切られてないから、もうすっごい静かにしてないでやばい。もしかしたらいびきがすごい人もいるかもしれないですけど、はい、じゃあこれからねお風呂入っていきたいと思います。行ってきます。すごいかっこいいよね、ここね。はい、ということでね、カプセルホテルでまさかのバーがありまして、今飲んでます。いや、びっくりするほどね、なんかしっかりしたバーがありまして、なんか常連さんの方々といろいろお話しさせていただきました。ありがとうございます。あの、いろんなお話が来たんで、後でこう話したいと思います。なんかね、カプセルホテルの常連さんのねお話を聞いたんですが、これね、階によってこのカプセルホテルのねランクが実はこのホテルね変わってまして、僕今回いいところ5000円ぐらいするところに泊まったんですけど、5000円ぐらいするところの場合はこういうねアメニティがすごいね充実してるらしいんですよ。これ歯ブラシなんですけど、これもさ、なんかしっかりした包装でちゃんと一回一回使えるものだし、ここね、あのヒゲ剃り、カミソリなんですけど、カミソリもなんかね一つ一つちょっとなんかしっかりしてる感じがしますよね。あとこういう櫛だったりとか、こういうものもありますし、あとこう、なんだ、シェービングフォーム、あーびっくりした、こういうのもねちゃんとあったりとかして、やっぱりねこうなんかランク的なものもあるみたいです。ただ結構ね居心地いいですよ。ということで、カプセルの中に戻ってきました。こんな感じです。テレビがあったりとか、あとはリモコンがあったりとか、鏡があったりとか、こういう風にね、あのヘッドホンがあったりとか、時計があったりとか、あの寝心地も非常にいいです。プレミアムシアターカプセルだとこういう風にね VR も見えるらしいので、こんな感じで今回はカプセルホテル初宿泊していきました。もうね、感想と言いますと、とっても良かったです。うん、あの寝心地も良かったですし、あのカプセル内ってカーテン閉めると真っ暗なんですよ。ですんで、なんかいつもの家よりもなんか真っ暗な状況で安らかに寝れたっていうか、まあそういうのはありましたね。まあ一点だけ
こう寝るときに、例えばすごい酔っ払った人とか、もしいびきがすごい人が同じフロアにいたら、ちょっとね寝づらいのかもしれないなぁなんて思ったりもしましたけど、僕の時はねそういう人はいませんでした。やっぱりね金曜日とか土曜日とか、お酒飲んで終電なくなっちゃったよ、じゃあカプセルホテル行こうぜっていう、そういう時はねそういう人もいなくはないみたいです。なんか常連さんの話を聞くとね。はい。でね、結構カプセルホテルでも常連さんいろんなところ泊まるらしくて、いろんなところがあって、男女全くもう全く別のエレベーターで全然違うね、そういうカプセルホテルがあったりとか、なんかまたいろいろあるみたいなんで、ここ以外にもね、もしねどっか泊まれたらなーとか思ってます。はい。結構楽しいんでね、皆さんもぜひ一回ね、行ったことない人は一回行くのも全然ありだと思うんで、ぜひね、よかったら行ってみてください。はい、ということで今日もね、皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。非常に楽しかったです。以上、マサオ TV でした。バイバーイ。